さて今日はですね、新たにスタートしたプロジェクトを紹介していきたいと思います。その名も海と日本プロジェクト in 滋賀県です。はい、海と日本プロジェクト、一体どういったものなんでしょうか。はい、そのあたりをですね、聞いてみたいと思います。海と日本プロジェクト in 滋賀県推進リーダーの小西さんと吉田さん、そしてアニツムリです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけども、はい、海と日本プロジェクトというのはどういったプロジェクトなんでしょうか。はい、海と日本プロジェクトは日本財団が次世代に海を引き継ぐために、うん、海を介して人と人とをつなげるユニークな取り組みを全国各地で実施しているものなんです。そのプロジェクトに賛同して滋賀県でも何か応援できないかということで、琵琶湖放送でも海と日本プロジェクト in 滋賀県をスタートさせることになりました。でもちょっと待ってくださいよ、滋賀県は海がない県ですよね。はい、これ何か関わりがあるんでしょうか。はい、そう思っていらっしゃる方も大勢いらっしゃると思うんですが、はい、深い関わりがあるんだよね、アニツブリ。ということでまずはこちらをご覧ください。背景海様、私は150キロ離れたかの地からいつもあなたのことを思い続けています。日本最大の湖、琵琶湖。琵琶湖は周囲を1000メートル級の山に囲まれています。県域に降った雨は平野を潤し、お米を育て、やがて琵琶湖へと注がれ、豊かな淡水魚介を育ててきました。琵琶湖に流れ込む河川は大小合わせておよそ460本、流れ出す河川はたった1本です。その水は瀬田川、宇治川、淀川を通じて太平洋へ流れています。つまり琵琶湖と海はつながっているんです。琵琶湖の水は滋賀県を含め京都府、大阪府、兵庫県でも利用され、水道用水では近畿圏のおよそ1450万人が利用する貴重な水資源です。7月1日、琵琶湖の日。私たちの暮らしや生き物の命に欠かすことのできない存在である琵琶湖。その琵琶湖をみんなで守ろうと立ち上がった県民の思いが込められています。36年前に始まった琵琶湖の日、この日を中心に滋賀県全域で一斉清掃が行われます。琵琶湖を汚さないようにとか、いろいろ日頃からきちっと心がけてちゃんとしていきたいと思います。はい、使う洗剤もこう気をつけなダメやなと思って、ちょっとそういうのを気をつけるようにはしてますけど。琵琶湖をきれいにすることは私たちの暮らしや生き物を守るだけではなく、150キロ先でつながっている海も守ることにつながっています。海と日本プロジェクトは海と人と人をつなぐプロジェクト。学びや食、楽しい体験を通して海を次の世代へ守り伝えていく取り組みです。プロジェクトの詳細はウェブで。なるほど、琵琶湖の水は一本の川で海とつながっているんですね。はい、そうなんです。琵琶湖を守ることが、ひいては海を守ることにつながってるんですね。この海と日本プロジェクト in 滋賀県の取り組みの様子はブログでも発信していきますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。さて次回なんですが、はい、私が三日月知事に海や琵琶湖に対する思いを聞いてきました。お楽しみに。はい、以上、海と日本プロジェクト in 滋賀県のコーナーでした。